こんにちは。タイの旅は今日で終わりです。で今日は11月の20何日でしたっけ。なんかもうちょっとで12月とか言うらしいんですけど、私も半袖、みんなも半袖、ここで長袖を着てるのはあの人たちぐらいでしょうか。バイクですからね。そんなところ、今日の気温も30度余裕で超えて、猛暑日に近くなるような日ですが、本日は寒気で過ごしやすい季節として知られていて、日陰のところではそんなに暑いとは感じません。そんなところですけれど、じゃ あのよろしくお願いします。タイをね、いろいろね、あの案内してもらってですね、昨日の夜ちょっと一人で歩いたぐらいで、ほとんどあの案内してもらってるんですけど、ワットプラケオとかの、なんかこうタイのこう、いやよく観光客が行くやんとか、せっかくだから見て帰ろうということで、マゴクの市内を走る、なんだ、BTS っていう施設みたいなやつに乗ってきたんですけど、ここからね、あの川で移動します。うお、恐ろしい勢いでボートが旋回してるんで、私はちょっとビビりましたけどね、ああいうもんなのかな、あんまり見慣れない光景かもしれませんが、あの船に乗って川を移動します。これも観光客向けの船というか、観光客の利用が多いそうですが、あの朝とかね、通勤でなんか利用するような人もいるんだそうで、すごい勢いでぐるぐる回ってるの、なんであんなに回転してるのか分かんないんですけど、多分そういう構造なんでしょうね。あの構造っていうか、そうやって走っていくのが効率的なんだろうと思うんですけど、あの朝晩なんかは普通にあれがですね、大混雑、渋滞になっている道よりも便利なんだそうです。この船がなんか基本速いような気がするな。てか乗り物なんでも速いですよ。あら、フランス大使館かな。本当に船の需要が高いんですね、こうやって見てると。本当にいっぱい通ってるから。2両編成の船になりますよ。紐でこうやってくくりつけて、これで後ろの船も引っ張ってるみたいです。なんか引っ張ってますけど、何が引っ張る？これを引っ張れるんだ。ただごとじゃなく大きいじゃないですか。何個あります？そうですね、まだ続いてるよ。こんな大きいのはあれで引っ張れるんですか。あ、みんな連結してそれぞれで動力出してるのかな。そうですね、何両編成だ、5両編成ぐらい。あ、ちゃんと押さえてる。プルサーただ家ペッタレビー、プシブル。面白いですね。こんな川だけで結構暇つぶせそうだな。あの細いやつがね、多分チャオプライア川で一番速いやつらしいんですけど、今あの大型船が行きましたんで、波にやられてちょっと減速してるところのようですが、多分今またエンジンを吹かして、ね、急加速するんじゃないかと思います。Go up and now. Go up and show the cap, please. きましたけど、この降りたところも船のところもね、笑い尽くして面白かったんですが、ついてみたらやっぱり観光客が大量に押し寄せるようなところですから、こんな感じでかなり綺麗になっててね、日本と変わんないなというか、まあ、どこにでもありそうな感じになっております。スターバックスとかね、そんなのもあったよ。このキレイ棒のバス、イスズって書いてあるんですけど、いつのバスなんだよって感じですよね。これ日野って書いてあるバスですね。あのやっぱりタイ王国なんで、宮殿、つまり皇居があるそうなんですが、これがタイの皇居なんだそうです。あのワチラロンコン国王様はここにお住まいなんだそうですよ。外観は意外と普通だなって感じですけど、それはあの皇居も同じことが言えるんで、中に入ると多分その真の実力を見せてくれるんでしょうけど、とりあえず訪れるのはそっちではなく、そのすぐお隣に、あのタイの場合は伊勢神宮が皇居と併設してますんで、伊勢神宮に今から行きたいと思います。お疲れ様です。ああ、これか。皇居の入り口、ちょっとねぐるぐると迷路みたいな形になってたんですけど、順路に従って行ったら来ることができました。
で切符買ってきました。あの1枚500バーツということで1500円相当ですから、タイの中ではかなり高いものだと思いますけれど、そうですよね、こんな値段のものはなかなか存在しないんですが、ここね撮影禁止と書いてあったんですけれど、聞いたら撮っていいらしいんで、まあみんな普通に撮ってるんですね。でいいって言うんだったら、じゃあいいんだろうと思って撮らせていただいております。この奥にあるのが、これがワットプラケオなんですね多分ね、うん、そうそう、あのタイ版の伊勢神宮。タイは国境が、あの日本は一応国境というふうには位置づけてないけれども、あの昔は国家神道をやっていたわけですけれど、それのトップ、天皇陛下のご先祖をお祭りするのが伊勢神宮でしたが、こちらは、タイの国王をお守りする、その加護の、まあ、仏様がいるところなんだそう でここをワットプラケオ、ワットというのがお寺という意味なんだそうです。入るとこんな感じ、中は撮影禁止だけど外観はいいんだそうです。タイの国旗のカラーリングがここにしてあります。それ関係あるのか分かりませんけど、関係なくはないんだろうな。こっちにも入り口の、なんていうの、日本のね、あの仏教みたいな感じの、あのなんとか門みたいな、そういうのはないですけど、でもやっぱりなんかこう妖怪曼荼羅みたいな、こんなやつもあるし、すごいね、壁の絵もこんな感じですよ。天井の装飾も大変立派、18世紀ぐらいに作られたものなんだそうです。ちょっとやっぱ日本とは違いますよね。なんていうのかな、こういう仏様みたいなのがこう人間に近いところにいますよ。あと人の顔が割とリアル、やっぱタイ人だな。結構違うな。こんな、なんかこう、もう分かりませんけど、仏様ですね、左側の人はね。人間か、うん、でもこの人たちは人間じゃないですよね、多分、うん、何なんだろう、ちょっと全然仏教のことについては詳しくないので申し訳ないんですけど、でも一応入り口のところの仁王像みたいなのはここにもあるな。同じ役割なのか分かりませんけど、もうなんかこの仏様だと思われるその人たちもちょっと顔つきが違いますよね。タイはあの少女仏教じゃなくて、あ違う、少女仏教か、それぞれが一応こう修行を積んでいくという風な全体に立っていて、お坊さんたちがあの非常に優先されるべき存在で、飛行機、タイ航空ではあのお坊さんファーストになるということをあの小野田さんの動画で拝見しましたけど、それから他にもあの優先席が列車の中に設置されているんですが、優先席であの妊娠中や乳幼児をお連れのお客様とかお年寄りのお客様の中に、お坊さんがいらっしゃいましたら席をお譲りください、そんな感じの案内がなされてますよ。なんかガイドブックとかで昔勉強したような光景が広がってますよ。立派なもんです。人がいっぱいいるんでこれ上通ろうかなと思ったんですけど、そしたらねこれ靴禁止だったんですよ。危ない、乗っちゃいけないところがね割といっぱいあるようなんで気をつけたいところです。こんな感じでもう本当にギラギラきらびやかで、多分かなり新しい感じだから古いものが多いこのタイでね、こんなに新しいもので埋め尽くされてるものなんてそうそうないと思いますけど、仏教がいかに大事にされてるかということがよくわかります。なんかこれはやっぱ観光地らしいといえば観光地らしいですけど、でもタイってまあいろいろ見ててね、本当今も言ったことですけど、適当な雰囲気がずっとそこかしこで流れてるわけですが、あの唯一そこかしことは違って、適当な雰囲気が流れていないところというよりも、むしろあそこの奥のねこう見ていただくと書いてあるのを見つけたんですけど、英語でですね、ブッダ is not for decoration か、デコレーション、リスペクト is common sense、そういうふうに書いてありますが、あのここにあるものは飾りじゃないんで、ちゃんと尊敬してくださいよ、それが当たり前ですからねということが書いてあります。やっぱなんかタイにあんまこういう雰囲気ってないですよね。ないですね。これだけでも、そう、別なんですね。うん、本当にこの内側のところはですね、靴を脱がないといけないようなところになっておりまして、やっぱちょっとこれはあの。宗教っていうのはこう確かにいろいろとこう仰ぎ見られるような存在なんだなということを実感します。聖域には靴で入ってはいけないのだそうで、これを今ここで脱いで、よいしょ、そして上がらせていただくという態度が寛容です。これよりも内側では撮影をすることができません。本当に信じられないですよね。信じられないっていうか、いや日本のお寺もすごいと思うんですけど、また方向性の違うすごさって感じがするな。大事にされてるんだなって感じがしますよ。ちなみにここはタイの方であれば入場は無料のようです。タイの人用の入り口ゲートがあって、そこではあの切符を確認するような人はいませんでしたから。中尊寺金色堂デラックスみたいな雰囲気が漂っております。装飾を近くで見てみるとこんな感じで、金色の塗装と、それからガラス質、鏡のようなものと、大体こういったものでいろいろと埋められているようです。結構手塗り感がありますね。手塗り感ありますね。ねえ、それ多分手で、うん、そうですね、一個一個。
今ねこの方もおっしゃってたんですけど、あの中に入るときに靴を脱ぐっていう行為が、それがねここから先が神聖なところなんですよというふうにこう意識づけるようなきっかけにももしかしたらなっていて、ね、それ結構中もみんな尊重するような感じになってました。中はあのタイの人だけがまた入れるような専用エリアみたいになっていて、大勢の人がですねあのこう仏教的なあのあぐらを描いて座っていて、お祈りとかお供え物を持ってきたりとかしてましたよ。ここ有名でね、あの私も思い出しましたけど、あのエメラルド寺院とかエメラルド堂とかそういう風な名前であだ名がついているそうなんですが、中に配置されている、まあ、ご本尊みたいなやつだと思うんですけれど、あのエメラルド仏とその仏様仏像があの真ん中にこう大きなこうタワーみたいなやつ、一番上の方にこう座っていらっしゃって、それを皆さん拝っていると、まあ、大体そんな感じのところになっていました。でもエメラルドとかそういう雰囲気はないんですけどね、こんな感じきらびやかゴールデンな感じです。蓮の花が備えられていて、あ本当になんていうのか、こういう言い方はないのかもしれませんけど、ネイティブ仏教っていう感じがします。暑いですね。そうですね、ちょっとやっぱりでも日陰に入ればすぐ忘れるんだけど、そのことは。ここ終わるのが早くて3時半までなんで、だから逆に言うとこのぐらいの時間になるともう3時半回ってるんですけど、あの出るのはまだ大丈夫らしいんですね。で5時半ぐらいは、あそうなんですか。あまだじゃあ最終入場から出るまで長いんですね、ということなんで結構空いてきてね、いい感じ。さっきよりも日光東照宮の陽明門に来たようです。まあそこら中陽明門と考えていただければいいんじゃないですかね。あの全部建物全部が陽明門的な装飾をされてますでしょ、見た感じ。もうこういうと至る所に仏様もおられます。もう これなんかね、すごいな、ほんと最高に美しいな。今の時期はしかも寒気の時期になりますとほとんど雨も降らないんだそうでして、観光するにも最良の時期だと思います。ただしそれでも暑いようですが、最終入場の時間を回ってね、それでもうお客さんがいなくなると、さっきはここもかなり混んでたんですが、ほとんど人もいなくなります。本当にいなくなってるな。これいいですね、いい楽しみ方です ね、あの計らずもあれでしたけど、あの3時過ぎぐらいからですね、あの出る時間ぐらいまでのそのギリギリの時に来るのがおすすめです。何か確認作業をして衛兵さんの交代式をやっているようです。あれの真横であんな記念写真撮っても大丈夫なんだな。特にどかされたりはしないようですけど、イギリスのあのあれですね、うん、なんかすごい帽子かぶって、はいはいはい、わかりますわかります、赤い服着た、もうモスクワの衛兵交代にも見えます。こちらが宮殿だそうです。今工事中になっております。まあ大体こういうところだとね、どっかしら工事中であるのは仕方ありません。さすがにここまで来ると街中至る所で見られたあの国王とかね皇族の方々のその写真みたいなのは飾ってないようです。まあこんなところでね自分の写真飾られてたら、自分の住んでる家の目の前にでかでかと自分の顔写真が飾られてたら嫌だよなと思うんですけど、どういう話をしていたらば、ここにどなたか飾られていました。今の国王ではないようです。どなたなのかわからないですが、こんな風にしてここにも多分結構重要な役割を果たした人なんでしょうね、飾られているのが見えます。命綱とか特になく、まあ日本でもないか別に、こういうところで頑張ってお仕事をされている方の姿がたくさん見えます。工事現場の足場、昨日ねもっと木の枠の非常に適当なやつを見たんで、それに比べるとすごい発達してる感じがするんですが、これなんだろうと思ったら、上に物を持ち上げるときに多分この坂を使ってあげるんだろうということなんですね。へえ、これで今王様のお家を絶賛修理中というわけです。このように出口の案内、いろんな国のやつやってくれて嬉しい限りなんですけど、この川屋城とかね、それからこの出口とかは頑張ってあれなんですかね、見よう見まねでやってくれたのかな。そうだとしたらありがとうございます。でもすごい、あやっぱ手書きフォントなのかな、あれでも同じフォントだけど、なんかあのペイントで書いたみたいな感じがしますよ。